g l o b i こんにちはこの度 MBA100 の基本という書籍を出しました MBA で学ぶ重要事項をそれぞれワンフレーズ計100のフレーズで紹介するものです今回はチャプター5のリーダーシップについて紹介をします このチャプターでは具体的にはリーダーに生まれるのではないリーダーに育つのだ良きリーダーとなるためには良きフォロワーとなれ人を動かすには模範を示すことが大切だそれしかないフィードバックに過剰はないしゃべるな聞けなどを紹介しています。今回はこの中から リーダーに生まれるのではないリーダーに育つのだ良きリーダーとなるためには良きフォロワーとなれの二つについて簡単に触れたいと思いますリーダーシップについては二十世紀のアメリカで研究が進みました軍隊を率いる有能なリーダーが必要だったという時代の要請があったのです当初リーダーについては 生まれ持った才能や質によって決まるという仮説が支持されていましたいわゆる特性理論ですしかし研究の結果必ずしも人間は正徳の質でリーダーになるかどうかが決まるのではないということが分かってきましたそこで登場してきたのが行動理論ですつまりビジョンを示したり部下を鼓舞したり 適切なフィードバックを与えるなどは天性のものではなく後天的に学び得るスキル行動様式であるという考え方が定着したのですその後リーダーシップの研究は図に示したように条件適合理論に発展しさらには変革のリーダーシップといった個別領域の分野の研究がさらに進んでいきました しかしリーダーという人間に過度にフォーカスをするのではなくリーダーシップをスキルあるいは行動様式と捉えるという考え方そのものは今なお強く支持されていますさてではどういう人が良きリーダーとなるかというと若い頃から良きフォロワーシップを発揮していた人間ほどリーダーとしても成功しやすいことが示されています。 この図表で言えば右上の積極的フォロワーほど長じて良きリーダーとなりやすいということですこれは皆さんの実感とも合うのではないでしょうかこのことは部下が増えてリーダーシップを発揮しなくてはならなくなってからリーダーコードを学ぶのでは遅すぎるということを示唆しますまたリーダーシップは 必ずしも役職に紐づくものではなくある意味で役割でもあります状況によっては平社員がリーダーシップを取り冗長も含めて人を動かしていくシーンなども当然生じますオフィスのレイアウト変更プロジェクトなどもそうかもしれませんしもっと引きな例で言えば忘年会の企画などもそうかもしれません一般に 日常から良きフォロワーシップを発揮している人間は日常からリーダーシップを取る機会も多くなりそれについて学ぶ機会も増えていきますだからこそ長じて組織の良きリーダーとなる可能性が高いとも言えるわけですある日いきなり良きリーダーになれるわけではありませんリーダーに求められる行動を若いうちからしっかり理解し 実践することが結局は大切なのです。